トイレ。トイレ。
はい。
Thank you.
Thank you.
閉会の辞を公益財団法人大阪医師会の理事門川茂美にお願いいたします。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様というとね、疲れておられないかとですね、合気道は不思議なことでね、活力を生むんですね。仕事で疲れて今日は稽古を行きたがりなと思っててね、重い足を引きずりながら道場へ着いて稽古をしてると疲れが飛んでしまう。そして、帰るときは心も軽く帰ることができる、そういうことなんですね。合気道は相手と争わない、競い合わない、稽古はそういう稽古をしてるんですね。相手が力を入れてきたらどうしても力で反発したんだ。でもそうではなくて、それに争わずに相手を導いている、そういう稽古をしてる。常に争おうとする自分の心に打ち勝つ、そういう稽古、そういう人間作り、人作りの武道が合気道なんですね。ですからこの合気道を普及発展させて、普及発展させるということが素晴らしい社会を作っていくと、そういう、確信を持ってですね、普及活動をしている、これが大阪愛知会公益財団法人としての大阪愛知会です。これからも皆さん方のなお一層の大阪愛知会に対するご支援、ご協力をよろしくお願いいたしまして、弊社への挨拶とさせていただきます。